そろそろ限界なので寝ます。ちょっと待って、こんなに早く寝たらもったいないわ。会いましょうよ。その通り、修学旅行といったら枕投げ。これをやらなきゃ旅は終われないよ。最後まで生き残った人は何でも命令できる権利が与えられます。あ、早いよ。勝ったわ、私が王様よ。あ、もっと修学旅行あるあるで盛り上がり。なんだ、枕投げやりたかったの？違うわ、こんな野蛮な遊